そしてあのキャラクターの役作りについてもお伺いしたいなと思っておりますまず、光月さんいかがですか鬼神はいえ名役はどのようにして役作りされていたんでしょうかそうですね、めいちゃんはやっぱり喜怒哀楽がちょっとおとなしめなのであのまあ怒りすぎず楽しみすぎずにやっぱりこう上げすぎず落としすぎずこの中間をすごく意識して頑張りましたねあの結構 そうです、ね、あのー、普段はやっぱりこういう感じのしゃべり方なんですけれども、まあ、ちょっとしたったらずな感じにしたりとかやっぱりかなへいさんの絵がとてもほんわかしていて可愛いのでもう私の 声によってちょっと印象があれこんな声だったってならないようにこうちょっと穏やかな感じで声を頑張りました <laughs> はい本当にまさにね名役そのものっていう感じのお声ですごく可愛らしかったと思いますがありがとうございます菅、はい、部さんはいかがですか地獄さん役ってなかなか23、まあ、ヶ月地獄行ってきたっていうか、はい、そんなわけないですよないんかか役作りというか まあ本当に、あのー、本もねあの脚本もその面白くできてますし、まあ、絵の方も僕ら今回これアフレコそういう時ほとんど絵できてるような感じでやってたのでそちらにこううまいことを合わせながらアウトプットしていくってもちろんまあ自分の中でも、あのー、より面白くなるようにっていうかこの地獄さんという人じゃねえんだよな。 あのこの人 <laughs> こ,のこの存在がねあの生き生きとしたものに面白いものにあの時に悲哀を感じさせるような、うんえー、この中間管理職的な多くのサラリーマンの皆さんに共感を覚えていただけるような、まあ、そういったところが出せたらいいなという感じで頑張った次第です。 はい、うん、もう皆さんうんうんとなずいていらっしゃいますがこれまであの訪部さんはこのようなこうううなんて言うんてでしょう、うん、ユーモアというかこれほどこう可愛らしいキャラクターって演じられたことってああったんですかねまあ意外とあありますよああそうなんです、ね、意外といろいろやるタイプなんですけどまあどちらかと,と世間のイメージ的には透かした役とかやってる感じがね <laughs> 気取った役とか,かした役とか金持ちの役とかやってるようなイメージがあるかと思うんですけどあとはラスボスかと思ったらちょっと手前のやつだったみたいな <laughs> そういう印象あるかもしれないんですが。はい いやでもこういう、まあ、あのギャグっていうんですかコメディっていう感じでドーンってなってる作品は、うん、まあ決して多くはないので、うん、まあ今回とってもあの楽しく、えー、やらせていただきました、はいはい。難しかったところっていうのはありますかね地獄さん役。難しいというか大変だったのは絵ができてるので。 絵にやっぱり,寄り合わせていいいいかかななきゃいけないというか僕らがやったんでじゃあ絵直しますっていうかもうできてるんで、うん、この通りにっていうかなので思ってた以上にアドリブ的なアクションがさんはわちゃわちゃ動くので、うん、であと周りから結構あの痛い目に遭うので、まあ、そのアドリブとかをはあ、の全てが台本に起きているわけではないので、はい、ちゃんと自分でこう映像をチェックしながら、はい、あれこんなとこでこんなことになってるなっていうのをいっぱいチェックしていくのが <laughs> あの 大変でしたねっていう物理的な大変さありましたけど、うん、やる分にはやっぱりこういうのってとっても楽しいので大きく叫んだりするのってともすればこのストレス解消にもなるとい、ね、<laughs> まあもうどっちかっていうとストレスをずっとこう与えられ続けてる役ですけどね <laughs> そうですよね演じる方はあのむしろ楽しい感じでやってましたはい、うん、ありがとうございます、はい、光月さんはいかがですか役,ど役作りで難しかったところっていうのはいかがでしょうかあそうですねあのまあこれからやっぱりこうまだ みみまだ公開されてないと思うんですけれども、うん、ちょっと喧嘩をするシーンだったりとかがあるんですけれども、うん、やっぱりこうめいちゃんはおとなしめな性格なので、うん、もう大爆発するようなことはないのでなんですけれどもアフレコのシーンでちょっと力が入りすぎてぶわって<笑><笑>思わず出してしまってあちょっと監督から。 ちょっっと抑えよううかっていうですねだから喜怒哀楽がやっぱり少なめおとなしめなのでやっぱそこをあ,のあまり出しすぎないようにするのが結構難しかったですこうやってあのご覧に <laughs> あの拝見しておりますと光月さん自身もこう穏やかな性格でそのまま役を演じてらっしゃるのかなと思ったんですが。いや私はあの こういう公共の皆様の前ではこうやっておとなしめな感じなんですけれども、<laughs> あの裏では実はもう毎回毎日毎秒歌っているような騒がしい人でございます。<laughs> そんなミュージカルみたいな人でした。<laughs> あ、そう,そうなんですね <laughs> 現。現場で歌ってらっしゃる。でもそょっとほがらかですよね。あ、芳らか。現場でも、はい、の現場のアフレコの時とかも、まあええ、ねあの年齢も若いですし、うん、まあもう本当親子親子差ですからここの差は、はいはい、ですからもう本当にねあの 突然娘ができたようなー頑張れーっ,つってって温かく見守っていました、おじさんは。神、はい、月さんから見て現場の諏訪部さんの雰囲気とかいかがだったででしょうかそうそすねやっぱりあの本当に初めましてをさせていただいたときは、はい、もう恐れ多すぎてあの一緒の,このブースに入ること自体も恐れ多すぎてもうご挨拶したいんですけれどもこう目を 見ることができなくて緊張しすぎてなのでずっと須ばべさんをめドゥさんみたいな感じじゃない？見ちゃいけない。いやでも須まべさんのお花をお花を見てたはい、挨拶してましたね。そうですか。マスクはしてるのでこうなってしまうんですけどここら辺をノーズのこのワイヤーでこうこうなってるところね。そうなんです。でもまああのそうですねあの回数を踏んでいくうちにもう本当に素敵な優しい方で。 世間話なんかも一緒にさせていただいたりとかもう、ね、本当に優しいお父さんができたような <laughs> 感覚でした一編、はい、には今回ご覧いただいたようにさまざまな日常の皆さんも共感するような地獄が登場しましたよねあの最近味わったお二人の地獄についていいどんな質問ですかはいどうですかねじゃあ小崎さんからいかがですか、はい やっぱりあの女の子なのでやっぱりおしゃれしたいなっていう思う日も絶対あるじゃないですかで私もその日ちょっとお出かけしたくてすごく可愛いお洋服をおろしてでとっても可愛いお靴を履いたんですけれどもあいにく急な雨が降ってきてしまいましてで、しかもその雨ですれて靴ずれを起こすというもうおしゃれしたのに台無し地獄を味わいましたね。 これは皆さん共感しますよね。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> はい、そして地獄最悪の澤部さんはいかがだったでしょうか。そうですね。あのこのところ立て続けに車が壊れました。車が壊れた地獄。はい。あのびっくりするぐらいあのまあ一台あ急にエラーメッセージみたいなのが出て、はい、で大丈夫かなと思ったら車屋さん持ってったら。 大丈夫じゃないですってこれ直すんだとって出てきたあの見積もりがえかなりの地獄でしたね。<laughs> でそう思ってたらもう一台あるんですけどもう一台の方もあの急にエラーが出てきて、はい、嘘だろっていう感じですなるほどそういう続く時は続くんだなっていう感じっすね。<laughs> 頑張ります。